イツハク・ベンツビは、イスラエルの政治家、大統領を務めた、ロシア帝国のポルタバに生まれる。彼は1905年のポグロムから身を守るために、ウクライナで結成された自警団に加わり、その後シオニズム団体、シオンの労働者に参加する。1907年、彼は、シオニスト議会の代表者に選ばれ、同じく代表者のイスラエル諸ハットと出会う。 同年、彼は、諸ハットを連れて、ージオスマン帝国統治下のパレスチ内移住し、農作業に従事し始める。ここで出会った後の初代イスラエル首相、ダビド・ベングリオンは、終生の友人となる。そしてヤッフホに、小さなアパートメントを構えたベンツビは、そこで、後の、はしょめるとなる、秘密結社の時計団、バルギオラを立ち上げる。これは、 それまで盗人から農作物などを守るため、アラブ人を夜景として雇っていたが、ユダヤ人自身が警備を行うことで民族の自決を図ろうとしたものであった。ユダヤは、人地で滅んでも、人、地から蘇るをもっと落とし、名は、ローマ帝国時代のユダヤの反逆者である、シモンバルギオラにあやかるという。1909年には、後の妻となるラケルヤナイトと共に、 エルサレムにギムナジウムを設立している。彼はイスタンブールにあるガラタサライ高校で学んだ後、1912年からイスタンブール大学でベングリオンと共に法律を学び、1914年の8月に再びパレスチナに戻る。しかし1915年、政治活動を理由にオスマン帝国当局によって二人はパレスチナから追放される。 彼らはアメリカに住むユダヤ系の人々に、シオニスト運動を伝えるためニューヨークに渡り、イディッシュで、ザラント・オブ・イスラエル・パストプレゼントを執筆し、ヘハルツヒルー・ハールッツによって若い層に、シオニズムへの参加を呼びかけた。1918年に、パレスチナに戻ったベンツビは、ダケル・ヤナイトと結婚し、この地で二人の子供、アムラムとエリを設けている。しかしその後、 エリは1948年の第一次中東、戦争で死亡している。その後1919 19年、彼は政党アフルトハーボダの設立に寄与し、ハガナーにも名を連ねている。1948年5月14日、イスラエルの独立宣言が読まれ、ベンツビの名は独立宣言書の4番目にサインされていた。また彼は1949年の第一クネセと、 1951年の第2区ネセトでマパイ党員に選出された。1952年12月8日、彼は第2代イスラエル大統領に選ばれ、その島で職を全うした。彼は政府が財政難の時は大統領がそれに伴う暮らしをしてみせて国民に示すべきだと考えており、彼と彼の家族は26年以上にわたり、エルサレム地区のレハビアに来てで,できた。 質素な家に住み続けた。イスラエルにある多くの通りに、ベンツビの名前が使われており、百神シェケル札には彼の肖像が描かれている。レハビアの彼の家はベイトケシェとの器物に移動しており、改装されている。ありがとうございます。